おはようございます。おはようございます。お久しぶりと今日は大変ありがとうございます。なお心配であるという声があることも配慮する必要があるというふうに思いますが、感染症から国民の生命と健康を守るという使命を負った国立感染研が市長をはじめ武蔵村山市民の皆様方のご理解とご協力によって国家の健康危機管理に関します30年以上続いた懸案の解決ができたことにつきまして、国民の生命と健康を守る立場にございます厚生労働大臣として改めて心から感謝を申し上げたいというふうに思います。施設で実施する業務は感染者の生命を守るために必要な診断や治療等に関する業務に特化することや、現実的には国内にエボラウイルス等の病原体がないため当面検査以外の業務を行う状況にないことを前提として、さらに投資以外の適地におけるBSL 法施設の確保について検討し結論を得るとのお話もいただきましたので、村山庁舎の BSL 法施設の稼働はやむを得ないものと判断をいたしました。住民の皆さんの理解というのはどうでしょうか。近隣の自治会長等も参加する施設運営連絡協議会で施設運営に関する課題の整理がされたこと、また市民を対象とした施設見学会のでのアンケート結果を踏まえ、市民の理解には進展があったものと判断をさせていただきました。